こういうシーンも再現できるのはさすがレゴマインクラフトだなって思います。チャンネル登録およびメンバーシップへの登録お願いします。皆さんこっちです。人生レゴビルダーゆりだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴマインクラフト8のコテージです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年発売されたレゴマインクラフトです。最近動画外でマインクラフトめちゃくちゃハマってまして、作りたくなったので今回はこれを作りたいと思います。外箱はこのようになっていて、今回は草原バイオームのセットになっております。付録するモブは丸花鉢のスキンのキャラクターと、蜂が合計4匹と、子供ゾンビがついております。箱の後ろはこんな感じです。こちらの定価は2980円で、ピース数は254個です。ではこちらのレゴマインクラフト8のコテージを組み立てます。8のコテージです。はい、完成しました。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で25分かかりました。はい、今回付属するモブは全部で7体ついてきます。左から子供ゾンビ、丸花鉢のキャラクター、蜂が4体です。まずはこちらの子供ゾンビから見ましょう。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。子供ゾンビの大きさはマイクロミニフィグサイズになっております。ちなみに普通のゾンビと並べるとこんな感じで、大きさはほぼ半分ですね。頭部のプリントパーツもそのまま小さくした感じになっております。とにかく普通のゾンビより足が速くて攻撃が当てづらいので、僕はねもうすごい嫌なんですよ。はいはい、続いてはこちらの丸花鉢のキャラクターです。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。丸花鉢のプレイヤーと言ったんですけど、丸花鉢のスキンをしているプレイヤーですね。右手には鉄のクワを持っております。レゴマインクラフトでこういうスキンのキャラクターが手に入るのめちゃくちゃいいですよね。僕は結構特別感があっていいと思います。はい、そして最後はこちらの鉢です。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。クリアパーツがあることによって空を飛んでるように見えます。ちなみに普通の鉢以外に、じゃーん、こちらの怒り顔の鉢もついております。ちなみに鉢は全部で4匹なんですけど、3匹が普通状態で1匹が怒り状態になっております。あと、ちなみに僕実際のレゴマインクラフトで怒り鉢に会ったことがあります。普通の鉢を弓で倒したらめっちゃ追いかけてきます。結構走らないと振り切れないところがリアルの鉢みたいですごいいいと思います。はい、続いてはこちらの草原のバイオームを見ましょう。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。じゃあ近くで見ましょう。まずこちらが白樺の木です。ちなみに僕はレゴマインクラフトで白樺の木を作ったのはこれが初めてです。マインクラフトって木の素材がいっぱいあるんですけど、僕はこの白樺の木が好きです。で、この白樺の木に蜂の巣がついております。これもなかなか再現度高いですね。これパーツの色とかを変えたら多くの木に蜂の巣を取り付けることができます。そして木の下にはじゃあ蜂が2匹ついております。ちなみにこの2匹の蜂なんですけど、先ほど紹介した蜂と造形は若干違います。このように稼働しますので、指で弾くとはい、このように回転します。続いて反対側はこのようになっていて、反対側にはポピーの花と野菜を育てています。これ野菜というよりかはなんか色的にレッドビーツっぽいですね。こういう細かいところも再現してるのもさすがレゴマインクラフトだと思います。はい、続いてはこちらの蜂のコテージを見ましょう。この蜂のコテージなんですけど、結構でかいですね。しかもこれマインクラフトの蜂そのまんまになっていて、めちゃくちゃ再現度が高いです。台をぐるっと見回すとこのようになっております。では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。蜂の触覚はどのようになっているのかというと、これヒンジパーツでこのように接続されています。ヒンジパーツがあることによって触覚をちょっとだけ稼働させることができます。側面はこのようになっていて、側面のこっち側は窓になっております。反対側は入り口になっています。
になっております。後ろから見るとこのようになっております。下から見るとこのようになっていて、足が6本ついているのが結構細かいなって思います。天井部分はこのようになっていて、羽についてはクリアパーツと白パーツで再現されております。この羽のこのクリアパーツなんですけど、僕は初めて見ました。このパーツ結構珍しいなって思いました。そしてこの胴体を持ち上げると、はい、このようにパカッと開くことができて、中には蜂の巣と採取した蜂蜜があります。内部の作りについては結構シンプルになっております。ちなみに蜂のコテージについている机とランタンは取り外すことができます。このように取り外すことができるんですけど、これ取ろうとすると足パーツが取れちゃうんですよね。はい、付属のモブを使って再現してみました。ちなみにこれの設定は、畑掃除してたら間違えて蜂に当たって追っかけられてるシーンです。はいで、それを見つめる子供ゾンビです。こういうシーンも再現できるのはさすがレゴマインクラフトだなって思います。はい、レゴマインクラフト蜂のコテージはこんな感じです。はい、ということでレゴマインクラフト蜂のコテージを組み立ててレビューしてみました。今回組み立てたこの蜂のコテージも実際のマインクラフトに近いように作られていて、とても素晴らしいと思いました。この蜂のコテージなんですけど、思ってたより結構でかくて、マインクラフトに出てくる蜂をそのまま再現したと言ってもいいぐらいの完成度でとても良かったです。あとはプレイヤーのスキンが限定のスキンになっているところが特別感があってとても良かったです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ